車のホンダを作った本田総一郎と藤沢武夫っていうのは2人がすごく一緒に会社を作った人なんですよ、うん、で本田総一郎は有名な発明家だったんだけど、うん、発明とかでも忙しすぎて ADHD だったんですね今でいうあそうなんですかそうだから経理とか会計とか全く無頓着だったんですよ<ー>で藤沢武夫っていう人が経営者がいて初めて彼は成功できたんですよ、はい、で面白いのは2人の共通の知人っていうのがいてその戦後大混乱の時期に四谷の公衆便所で でそしてその人が、えー、その人がふと「いやあなたに会う人がいるんだよ」って話をしててそっくりなんで<ー>そっくりというかこの人と仕事したらすごく馬が合うんじゃないかなと思ってってでその人が四谷の公衆便所トイレで会わなかったら今の世界の本ダは存在しなかったんです。そそういうふううういいふな偶然が、二<ー>、えー、うう人の。 魂の結び付きみたいなのに引き合わせて、うん、そして大成功していくんですよね、はい、でそういうのって実はいろいろ調べていったらいっぱいあって、えー、でそれはそのこう「不思議の偶然」っていうふうに呼んでるんですけど、うん、この不思議の偶然を呼び込む力っていうのも実は次元上昇にとっても大事なんです、うん、それはある意味スピ,チュアルスピリチュアルな世界かもしれませんよね。えー r i g t thank you so much for checking u t Chris's room. c h r の部屋を見てくれて今日も本当にありがとうございます。もうここ心から感謝の気持ちでいっぱいです。今日はですね、なんとサイロ本田健さんにお会いさせていただくことができました。はい、健さん、今日も本当にありがとうございます。はい、こんにちは。あの作家の本田健です。ユ、えー、ダヤ人大富豪の教えとか、えー、きっと良くなる。最近だと20代にしておきたいて17のこととか、もう120冊ぐらい書いてます。も本当にありがとうございます。はい、こちらこそ。えー なんとケンさんは、今年、海外に向けて、本を出版するっていうことが決まったんですよね。はい、はい。あの、先月ニューヨークで、はい、正式に出版社と契約をしてきました。おめでとうございます、はい。ありがとうございます。これもまた、はい、もうケンさんなりのすごい勢いで。はいね、そうですね。ねあの、まあ、もともと10年前から考えてたんですよ。はい、英語で本を出したいなと思って。 でえー、あの日本語の本がね英語になって翻訳されて、えー、あのベストセラーになってる村上春樹さんとかいらっしゃるんですけど、はい、日本人が英語で書いて世界的ベストセラーになったのは、まあ、最,近だ最近というか大前なんですけどニトミでなので今回初めて、えー、その日本人の著者として、えー、メジャー出版社と英語で出版するという契約を えー、個人でも住んだんです。で今回タイトルがハッピーマネーっていうタイトルなんですけど、えーで、その幸せなお金っていう意味でしょ。ハッピーマネー。はい。で、oh, これは s <S そのあの英語だけじゃなくて、そのスペイン語の人もどんな人でもそのハッピーマネーっていう、聞いたらなんか楽しそうだってことは分かるじゃないですか。そうですね、はい。なので世界中の出版社があこの本でそうだってことで、えー、出版契約の,あのオファーというか。 送く、うん、ださったんですよね。うん、はい。まあ自分としては大きく次元上昇したっていうふうに思うんです、ね、次元上昇ですよね。はい。で次元上昇っていう言葉を僕は何年か前から使ってるんですけど、えー、成功してる人のインタビューずっとずっとしてきたんですけど、はい。こう普通の人の成功ってこんなイメージだと思うんですよ。うん、そうじゃなくてこうポンポンってこうなんていうのかなワープするような形で、はい。ジャンプするっていうのが次元上昇だと思うんです。はいはい。で、はい、そういうことを自分で引き起こさないとやはり 大きな成功を望めないってことに気がついて。で、この次元上昇っていうのを意識するようになったんですよね。おじゃ、次元上昇を。は意識して、自分で選んで。使えること。っていうことなんですか、はいはい。はい、あの、なんて言うんでしょう、多くの人たちはそれが自然に起きる。まあ、まあ、自然に起きるというか。えー、起きたように見える人たちが多いと思うんですけど。 電気ととか見てるとね。はい、例えばスティーブ・ジョブズとかエイジソンとか、えー、まあオバマ大統領とか、えーえー、そういった人たちも例えば今の成功は点て点んてんてんできたわけじゃなくて何かのきっかけでボーンとこうジャン大ジャンプしてるんですよ。えー、でその大ジャンプっていうのは実は自分で意図して作れるもんだっていうことをこの10年ぐらい前に発見してで、まあ、そしてそれを自分の人生でも生かしてるんですけれどもなので僕も普通の,その学生から起業してそして。えーはい えー、大好きなことで、まあ、自分の結果を出してお金を作って、えー、29歳でセミリタイアする、はい、でそれからまた、えー、ただ単に子育てするおじさんから、うんえー、そこから作家になるってこれも大ジャンプですよね、はいはいで。そして単なる作家からベストセラー作家になる、まあ、100万部、えー、売るっていうことを7回繰り返したわけですけど、はい、この大ジャンプを何回も何回も繰り返すことが人生で、えー、その繰り返して起きてる人はすごくあのクリエイティブで面白い人生になるんです。それが次元 うん、上昇なんですね、はいはい、いやなんか次元上昇って正直言ってどういう意味なのかって僕、うん、なかなか分からなくてなんか何な,なのって思ってたんですよね <laughs> 次元が変わるってことですね<直>、えー、そうなんていうんでしょうその住んでる世界ってそれぞれ分かれていて、うん、例えば、えー、退屈な仕事をしている人たちが住んでる世界と、えー、自分の好きな仕事で成功してる人と それもものすごく成功してているる人と全然違うノリで生きてるんですよ。はいはい、で、この人たちとこの人たちは混じ,じり合わないんですよね、えー。ある意味違う国があるようなものなんです同じ,同じ国の中にも。はあ、でそしてその,その次元を変えるためにはやっぱりその上昇次元上昇みたいな仕事をしないと、えー、なかなかその変われないと。なのでコツコツやってたらいけるもものでもないんでなんすよ、うん、例えば好きなことをずっとコツコツやってたら気が付いたら成功したっていうよりは何、えー、か誰かに引っ張ってもらったりだとか。 はい、まあそういうことがないとやっぱり成功ってしないですよね。はあ、そうなんですか、うんうん、えじゃあその「次元上昇」とは自分で選べる自分でできることであって実はですねあのあの先月ですね、うん、本田健さんから「はい、あの次元上昇」の セミナーにお招きをいただいたただんですね、うん、で一日参加させていただいて僕正直言ってその時「次元上昇」っていう言葉がよく分かんなくて <laughs> そうですよでで僕はセミナーで参加したら結構そのスピリチュアル的な次元アセンションとかじゃなくて、ね、そのしっかりその才能を生かしていくとかお金の IQEQ、はい e、ビジネスの IQ とか、はい、なんかすごいしっかりしてたセミナーで。うんうんうん その次元上昇が、うん、その実際に自分が選んで進めてい,るいけることなのかっていうのは本当に知らなかったんですよ。そうですね、まあ、多,多くの僕は二十歳の時にこれにある気が付いて、えー、自分で仕掛けることによってそれができるんだっていうことを、まあ、理解したわけですよね。はいはい、でまあこれそれから30年経ってるので、えー、どういう人が次元上昇するのかしないのか何が必要なのか。 えー、どういうタイミングで次元上昇するとうまくいくし。はい、で、逆に次元下降って言葉もあるんですけど。これはうまくいく、いきそうだと思って行ったら儲け話で大失敗するってこともよくあるんですよね。なので、次元上昇エレベーターに唱え、あの例えると。あの、さあ、上に上がるエレベーターかなと思って乗ったら、下に降りたって経験ありませんか。はい、ありますね。<laughs> そう、だから、あ、ね、あ、詰まった、上だと思ったのに、ね、みたいな。 ありますね。そうすると差が、さらさら。いい仕事だって思ったら、ブラック企業に入っちゃったとか。そう,そうそう。<laughs> だかそれは大抵、なんか良さそうなに見える。うん、あの、エレベーターは良くないものなんですよ。だから、その、うん、なんか、これ良さそうだなと思う。あの、社会的にも、その、美味しそうな仕事とか、美味しそうな儲け番数は、大体ダメなんですよね。大体だめなんです、ね。はい、なので、えー、例えば、男女関係でも。うん あのパッとなんか見良さそうな人ほどやっぱダメなんですよ。えー、はい。だからそういう意味でそのそれ見分け方なんかも知る人があるんですよね。次元上昇できる人と、はい、できない人って多分いると思うんですけど、はい、どう違うんですかできる人とか？それはねこの30年見てきてすごく感じたんですけど、えー、やっぱ次元上昇できる人っていうのは自分がやりたいことがはっきりしてるんですよ。はい。例えば映画に出たいとか、うん、あるいは海外留学したいとか。 あるいは自分の会社を起こしたいいとか、うんうん、あるいは自分の,会社の今働いてる会社で出世したいとか、はい、そうやって明確な人っていいうのは、うん、次元上昇しやすん例えばなぜかというとえ例えば海外留学とかね、えー、その海外で働くっていうチャンスがあの欲しいと思ってる人はずっと言ってるわけですよ友達にそうしたら誰か彼かのところから「お前さ」あって「海外留学したい」って言ってたじゃない」ってなんか大学の掲示板でね奨、えー、学金のやつが書いてあったよって言っ,、えー、言ってくれたりだとか。はいはい あとはそのあの海外に行きたいって言ってたじゃん知り合いの俺の親戚のおじさんがなんかロサンゼルスでお店やるんだけど誰か若いやついないかっていうふうに言われたんだよってそういう話がやってくるんですよなのでまずそう自分がこういうことやりたいっていうのがはっきりして、うん、でそしてそれを周りに言ってるような人っていうのは次元上昇のシャンスをつかみやすすいんですよ明確に自分の目的、うん、自分がやりたいことを明確にして、はいってプラス、うん、インテンション やるぞっていう。そう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 ,そ,う,そ,うそれを持っている人は次元上昇が起きやすい,い、はいうん。はい。で、もう一つの要素としては、それがあのこうそういうチャンスが来ますよね。うんえー、その時に海外にこう留学するとか独立するとかそういうのがあるんですよ。えー、はいで。その時に面白そうと思って飛び込めるかどうかっていうところなんですよね。うん、うん。例えば僕の知り合いにあの楽天の その創業メンバーの一人がいるんですけど、えー、楽天っていうのをやろうと思ってる、まあ、そ,そういう名前じゃなかったんですかね、うん、やろうと思ってんだって聞いて三木谷さんのビジョンに参加した、えー、人たちですよ今はもう熊長長になってますけどうでそういう人は面白そうと思ってチャンスが来た時にバ、えー、ンと飛び込める人なんですよ。そうですか。うん、でそういういい人もいれば、うん、ば。例え あの僕松下幸之助さんの電気会社でしょ。えー、で知り合いのおじいちゃんかひおじいちゃんが、はい、あのあの松下幸之助さんに一緒に電気を作ろうって言って誘われた人がいるんですよ。えー、で結局彼は会社辞めるのが怖かったからあの乗らなかったんですよね。えー、<laughs> でその,あの彼が家 <laughs> あのもしねあのおじおじいちゃんが松下幸之助さんと一緒に働いてたら、ね、俺は今頃サラリーマンなんかやらなくて済んだのに。えー <laughs> そう,だからそういうチャンスが来ても飛び込めない人がいるんですよね。なのであこれがチャンスだ来たと思ったらもう飛び込まないとじゃあその次元上昇が起きない人のパターン、はい。起きない人っていうのは退屈な毎日を生きていてこれじゃダメだなと思っていながら何も変える勇気と元気と行動力がない人ですよね。でこの人はやっぱり次元上昇は起きませんよね。なぜかというと次元上昇っていうのは今の生活を変えたいな さあ、なんかもっと面白いことをしたいワクワクすることやりたいって言ってそちらの方に行かないとダメなんですである時点からやっぱりこう<ー>なんていうのかなリスクというかそうしないと次元上昇って起こらないんですねそういう仕組みになってるんですねそうだ例えばだからターザンの,のロープって、うん「ああ」って言って、えー、こ,れこれやったら次行かないとダメじゃないですか、はい、でも保証を求めるタイプっていうの人っていうのは「うん、ああ」って言ってんだけど離さないと次つかめないわけですよ そうですよねでもああって言ってもおそのあれ届かないから怖っと思ってやめるからずっと結局そのブランコやってるんですよねえじゃあやればで怒るんですかそういうわけでもないんですよ例えばツイの紐がないのにああって言って話したらもう落ちるだけでしょこれは次元確保なんですよなので簡単なわけではないけどもどんな人にも可能だと思いますやっぱり行動その何を生きたいのかって本当の心の中からやりたいことを探して見つけて で、明確にして、で、行動を取る。で、も覚悟を決めて、次のロープが来たら、ターザンみたいに飛ばないといけないっていう。もうちょっと教えてください。具体的に。あの、多分ね、これをご覧になっている方は、自分の好きなことがなんとなくこの辺かなって。分かりながらも、でも、なんとなく、今までやってきた仕事をやめられないなっていう人が多いと思うんです。まあ、実際、そういう質問たくさんあるのでね。で、その人たちは何をしなくちゃいけないかというと。 自分が次例えば転職していく場所はどんなとこなのか、えー、あるいは将来やっていくためにどんなスキルを学ばなくちゃいけないのか、うん、で誰から学ばなくちゃいけないのかこの辺りを調べる必要があるんですよね。うん、例えば、カメラの世界でそのやりりたたい、いい、うん、あるいはユーーーチュバになりたいとかってあったらユーチューバーで成功してる人の人働かせてもらうってことが例えば必要になってくるでしょ。えー であとはその作家になりたいんだったとしたら作家の人と近くなったりだとか、はい、作家の人たちの周辺にうろうろすると例えば僕のパーティーとかセミナーに来ていただいたら、えー、大体編集者の人例えばそういうあのなんて言うんでしょうこう、う作家になりたかったら作家の周辺実業家になりたかったら実業家の周辺をうろうろしてると、はい、あるいは料理人になりたかったら一流のシェフのそういうなんかこうちょっとした その料理の教室みたいのもあったりするんですよね、うん、そういうところに紛れ込んでると、うんえー、そういった一流の人と知り合う機会があるんです、はい、例えばジョージ・ルーカスっていうのは15歳か16歳の時に背が高かったんで 名簿帳なんか偽造かなんかして、えー、えなんか映画館映画のスタジオに入り込んでいたそうなんですよね。あ、そうなんだ、ねうん。でそれで一回入ってしまったら結構フリーだから、んなんかいろいろやってたら君はなんかどこのデパートのどこの部のやつなのかってあ上,、えー、上から来ましたみたいな適当に言って,て、えー、<laughs> でそうしてすごく上の人に可愛がられてで、それからその映画の方に入っていたんですよね。だからそういうだ自分がそう何を学ばな学ばなくちゃいけないのかどこで学ばなくちゃいけないのか誰から学ばなくちゃいけないのか、まあこういったことを やっぱり、その自分なりに調べる人があるんです。で、そして転職したり、独立したり、そういったことが必要になってきます。はい、はい、はい。ええ、まあ、その明確になったら、長期的なプランと。中的、中、中的ミリアンプラン。で、実際に。そこの、まあ、まずスキル。どのようなスキルが必要になるか、インターンをしたりとか、転職したりとか。で。 でもそんなに簡単なものなんですか？いやそんなに簡単なものじゃないですよ。なんかそういうことをやっていくときに、うんえー、例えばねどういうチャンスが来たら掴まなくちゃいけないのかってことなんですよ。はあ、なのでよくチャンスの神様前髪しかないって、はい。あああチャンスの神様かなと思ったときにはもう後ろ髪後ろ髪を掴もうと思ったらハゲてて、滑すべで掴、ねね、めないって言うじゃないですか、えー、イギリスのことわざでねアイランドだったかな。うん、でそのあのことわざ通り。 このこういうのがチャンスだっていうの分かってたら <Yeah. S 1> チャンスなんですよ。で、それがな何かが分かんなかったら,ら、yeah. うん、そのつかめないので、<Yeah. S 1> だから自分の次元上昇のエレベーターがどこにあるのかってことですよね。<Yeah. S 1> 例えば出版ってことを考えるのであれば、<Yeah. S 1> 編集者と会うっていうのは、うん、次元上昇のエレベーターのドアになり得るんですよ。Yeah. うん、そういう人と出会わないとチャンスがつかめないってことでしょ。え、じゃあ人間関係も。 ものすごい大切なように聞こえるんですけど。大事です大事です。まあ人間関係も大事だし、インターネットでちょっとしたふっとインターネットサーフィンして,て見つける情報もそうだし。でもそのアンテナのためには検索エンジンが必要なんですよ。うん、はい。例えばアメリカの西海岸に行きたいんだったら、西海岸西海岸っていうのを自分の中でインプットしとかないと、えー、その情報が入ってこないんです。そうなんですか。うん。なのでそういう情報をゲットして。 あこれがチャンスだっていうのが分かってて、えー、来たら迷わず飛び込むっていう行動力がすごく大事なんです、はい、ほとんどの人たちはこれを持ってないんですよねえ,えじゃあケンさんは、うん、じゃあこの秘訣っていうか方法を見つけて、はいはい、で今は自分でそれを出してやるっていうことができるようになっているっていう、はい、そうですねなのでその例えば僕は全くその素人のところからプロの作家になったでしょ、えーはい、でプロの作家から ベストセラーにサッカーになるにはどうしたらいいのかということを研究したんですよ<ー>え例えばまあプロのサッカーになるために、えー、例えば10個か20個かやらなくちゃいけないことがあったとしたら何をやらなくちゃいけないかそしてやらなくていい,あのいいこともあるんですよね<ー>それは例えばその編集とかこれは一連の編集者の人がいたやってくれることなんですよパソコンも僕はその会業しかわからないん,そのなんかいろいろ細かいその表を作ったりとかできないでもどん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 書くことはできるんです<ー>なのでそんなあのワードの知識もいらない で必要なのは承諾を組み立てる力読者が何を求めてるのかということを知る力、うんうん、そしてそれをだから自分が何が必要で何が必要じゃないのかということを調べて、うん、でそしてそれを教えてくれる人は誰なのか、うん、まあメンターって呼んでるんですけど、うん、あの師匠みたいな存在。 これはすす。ごく大事なんで、はい、例えば僕はその一番最初の頃からベストセラー作家のいろんな人たち、うん、ベストセラー作家を育てた人たち、えー、まあそういった人たちに会いに行ったんですね。はい、何が必要なのか、えーえー、何をやったらダメになるのかってことをずっとこと細かく聞いたんですよ。うんうん、例えば僕のメンターの櫻井秀徳先生っていうのは、えー、え伝説の編集者で、はい、川端康成さんとかノーベル賞を取ったねあと三島由紀夫で松本清張。 でそういった人たちの担当者だったんですよ。でそういう人たちがそのその60年にも及ぶ経験をこの場合どうしたらいいんでしょうってことを相談に乗るそういう先生も見つけないとダメなんです。でそういいっったことを今、複数やっていて。 えー、自分にとっっててのの次元上昇いいうのはこういうは、こ形だな。例えば出資してくれる人が必要だ、うん、あるいは一緒にそういうことをやる仲間が必要だということが分かってきてそれを一つずつ揃えていかなくちゃいけないんです、まあ、そういった意味ではロールプレインゲームと言ってますよねいろんな相手も揃えていかないとダメなんですでそしてそれが揃った瞬間奇跡が起きるんですよそれは独立って形かもしれないし社内で成功するって形かもしれないし自分のお店を出したり、えー、転職したり。 結婚うも次元上昇なりますよねそうですよねんかこういうやっぱ次元上昇ってインターネットとかで調べると結構スピリチュアル的なブログとかがいっぱい出てくるんですよね。でまあ英語で「アセンション」だよって言ってでも正直言って健さんの話こうやって聞いてると結構ロジカル的な。 なんかステップアイステップで見えるような,、はい、なんか人間関係を大切にするメンターシップやりたいことを明確にして、うん、それに行くためのスキルをどうやって身につけるかとか結構論理的な話に聞こえるんですよね。すごい僕聞いてて安心,し安心するっていうか何、はい、て言うのかな、はい、頭で理解できるからすごい。うんうん 喜んでるんですけれどもちょっともしここのスピリチュアルの部分がああるるととしたら思いますそれについてちょっと語っていただけないですかこれはね例えばシンクロニシティっていう言葉があるんですけどユングがもともと作った言葉なんですけど人生でるる不思議な偶然ってあんすよね例えばその電車に遅れてああ閉まったと思ったら10年ぶりに学生時代の友達と会って「お前何してんの?」いやちょっとそろそろ転職しようかなと思ってんだけど」って「俺人事のことしかできなくてさ」って言ったら「いや 実は人事のポジションが空いていってお前興味ないとかって言って、はい、そ,うその友達が働いてた会社に転職するってことよくあることなんですよ。<ー>例えば僕が好きなストーリーはそのホンダね、えー、車のホンダを作った本田宗一郎と藤沢武夫っていうの二2人がすごく。 一緒に会社を作った人なんですよ、うん、で本田宗一郎は有名な発明家だったんだけど、うん、発明とかで,でも忙しすぎて ADHD だったんですね今であそうなんですか。そうだから経理とか会計とか全く無頓着だったんですよ。<ー>で藤沢武雄っていう人が経営者がいて初めて彼は成功できたんですよ。はい、で面白いのは二人の共通の知人っていうのがいてその戦後大混乱の時期に四谷の公衆便所で藤沢武雄とその人が隣同士になったんですよ。そそしてその人が えー、その人がふと「いやあなたに会う人がいるんだよ」って話をしててそっくりなんでそっくりというか<ー>この人と仕事したらすごく馬が合うんじゃないかなと思ってってでその人が四谷の公衆便所トイレで会わなかったら今の世界のホンダは存在しなかったんです。そそういうふうういいな偶然が、人の。 魂の結び付きみたいのに引き合わせて、うん、でそして大成功していくんですよね、はい、でそういうのって実はいろいろ調べていったらいっぱいあって、えー、でそれはそのこう「不思議の偶然」っていうふうに呼んでるんですけど、うん、この不思議の偶然を呼び込む力っていうのも実は次元上昇にはとっても大事なんです、うん、それれはある意味スピリチュアル、スピリチュアルな世界かもしれませんよね。うんはい 次元上昇やっぱり恐れちゃう人もいると思うんですよね。うん、こういう話を聞いてるので大丈夫なか,かなとか。なぜかというと普通の生活してる人が急に作家デビューしたり急に独立したりっていうのは怖いことなんですよ。怖、うんはいですよね。なので多くの人たちがそんな怖いことをして失敗するよりは、うん、あのさっきのあのターザンの話じゃないですけどもあーって言ってその落ちてねなんかライオンとか虎に食われるんだったらもう木の上で生活してあのこれこ,このこの日も ロープが来ないと、手は、うん、手を離されないぞっていうのは多くの人たちの生き方なんです。うん、それだったら、空地フランクするだけで、先に進めないんですよ。うん、なので、どっかの段階では、リスクを、うん、取らなくちゃダメだと思います。そうですよね。なんか、本当に鳥が自分の死から飛び出すように、目に見えない空気。でも、ある、はいうん、翼を広げるとっていう、はい。そうですね。ただ、まあ、その、誰でも、じゃ、ジャンプしたら、翼が入るかというと、それも乱暴な話で。で、ね、はい、なので、やっぱり、それには準備が必要。必要、うん、ですね。 やっぱり数年間ちょっとずつ準備をしていくってことも必要だし本当にやりたいことに移っていくためにはスキルも必要なんですよね。うん、例えばいきなり料理人になりたいラーメン屋をやりたいって言っても、うん、そのラーメン屋をやるスキルがなかったら、うん、お金があってお店の厨房機器を買うことができても、うん、そんなラーメン誰も食べないんですよ。 なのである程度どっかで修行したりだとか研究しないとダメなわけで、うんうん、それをみんな普通すっ飛ばす傾向があるんですよねそうですよねなんか、はい、普通なんかまあヨーロッパとかもアプレンティスってすごい流行ってるじゃないですか昔からずっと土手制度ねそう、はい、アプレンテスそうだから昔ね誰か貴族の鎧を作ってたら鎧作りたいって言ったら10年間修行してマスターの下で、はいはい、で鎧作れるようなテーブルも同じ、うん でもなんかそれが今の時代ではなんかなくなっているような感じがする。職人さんとかはまだ、あ、あ、ありますよね。そうですね。はい、でも例えばお医者さんとか。うそういう技術が大事な職業の中では、やっぱりメンターと弟子みたいなの色濃くありますよね。はい、は,いは,いはい。はい。はい。でも、残念なのは普通のサラリーマンとか普通の OL の人は。そういった人たちは人生にメンターがいると思ってないんです。なので、チャンスもつかめないし。うん。てん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 っていう同じ面で。 ほとんんどの人人たちが、生を終えてしまうんですで、す。別にそれは悪いわけじゃないんですけどでもそんな退屈なな屈人生でいいのかなって、うん、まそれでよければいいんですが世界はは広いし、し、うん、日本分の億人しか住んでないんですよ。うん、なので僕は個人的には世界を見てもらいたいと思うし、うん、アートの世界もあればビジネスの世界もあればいろんなやれることがあるのになぜ今あなたその仕事をしてるんですかっていうのは一回は考えてもらいたいことですね特に若い人には。うん それをしないいと、次元上昇でできななわけなんですよね。自分のワクワクすることと、やらないと、うん、あのできませんよね。なので、自分が心から本当にやりたいこと自分の好きなこと得意なこと、うん、これを見つけてそれをとことんやってる人にしか次元上昇は起きないんです、うんうん、なので自分の情熱を高めていくそれは好きなことを1日5分するってことかもしれませんけど、えー、それをやって初めてその次元上昇のスポットに入れるんだと思います。 忍耐はどうですか次元上昇と忍,忍耐についての関係。を教えてそれはいいテーマだと思いますね。うん、僕は忍耐というのは基本的に必要ないと思ってるんですよ。えー、例えば、その、本当に好きなことやってる時に、例えば僕だったら一日、朝から晩まで原稿書いてたします。うん、しますよね。えー、でも、それが本当に大好きな原稿だったら、その忍耐だと思わない。あ,あ、はい、は,はい、はい、はい。そう、だから、ある人にとっては忍耐だと思えることも。好きなことだったら、忍耐にならないんですよ。忍耐っていう言葉の、そのニュアンスは。 嫌いなここととを自分に無理ししててやるってことでしょだから本当はしてはいけないことの一つだと僕は思います。でも例えば、うん、次元上昇したい、はい、作家になりたい人がいて、うん、ブレイクしたいと。ね、ででも文章を書いてるのが大好き、はい、そしてそのゴールがやってることですよねじゃあ次元上昇,次元上昇はなんかボーナスのデザートみたいなもの。 まあ、そうなん例えばだからその本文章を毎日書いてとかって作家になれるわけじゃないんですよ。やっぱそういうチャンスをもらうために編集者と出会わないといけない,はい、はい、そして編集者の人に見込,込まれてあの、ね、出版のね編集会議、えー、そして企画会議の両方を通過しないと作家にはなれないわけですよ。えー、なのでそういう文章を書くだけじゃなくて、うん、そのある意味そのなんて言うんでしょうね日常の世界から出て、うん、そういった人との出会いを実現してそれで。 段階行かなだから素人としてブログを書いてる段階とうん、うん、それから本当にお金をもらえる世界って違う世界なんです同じようなことやっててもこれが次元上昇だってことなんですね。 周りが変わるっていう周りの環境が変わっていくでで、はい、で今度プロの世界はここにあったとします、えー、一冊書いて何十万個もらえるって世界もあれば、えー、一冊書いたら何百万もらえるって世界もあれば、えー、一冊書いたら何千万もらえるって世界もあれば、えー、一冊書いたら何億稼げる人たちもいるんです、えー、これ全然違う次元に住んでるんですよでこの人たちは一緒にご飯なかなか食べないんです家え 友達付き合いはしてないんですよ、普通はね。なので次元が違うのでそれをどうやってアップさせていくのかっていうのが次元上昇ってことなんですよんそのためには自分が今存在している世界とは違うルールのことを学ばないとダメなんですこっちは奪い合いとにかく何かこう,う競争に勝たなくちゃいけない世界なんですんこっちは助け合いなんですよどうやってお互い助け合うのかっていうのが彼らのルールなんですよ。ね。 全然違いだからそのルールの違いを分かった上でその違うルールを学ばなくちゃいけないんだけど、うん、ノリが貧困意識でやってるからはい、はい、自分はどうせ愛されない理解されない、えー、世界は私を受け入れてくれないっていうところから世界は私を愛してる、えー、世界がみね世界中の人が自分をサポートしてくれるってかん考える世界とは全く違う次元にいるってことなんですよ。ななののので、で、こ次元を定期的にに変えていいけなければ、うん、ずっっとと同じ面でほとんどの人たたちが25歳ぐらいのに入ったら、会社入 らいまでずっと同じ面で終ぱりあのまあセミナーをこの2017年1年間続けてこれを実際にステップアイステップで教えているということなんですけれども多分セミナーの中からいろんな質問が来るんですけれどもまだ来てない質問で「これ一番知ってもらいたいんだけど」みたいな自分が何かお伝えしたいようなメッセージで そうですねまあ一つあるとしたら、えー、やっぱり返すすとだと思うこだ思んですよ<ー>あの同じような言葉に宿命と運命ってあると思うんですけど、はい、宿命っていうのはその人が生まれた、まあ、宿る命ってことでしょだから命が宿った時に決まっているものがあるんですよ。それお父さんとかお母さんとかの,その在り方とか生き方とかその美貌とか健康状態とかその経済状態。 うん、これれ変えられないんです。自分の,そのかっこよく生まれるとかかわいく生まれるとかそうでないとか頭がいいとかうん、うん、走りが速いとかこれも宿命なんですよ。はい、でそれは、えー、ある意味こうなんて言うんでしょうねもともと決まってたものなんです。うん、で運命っていうのはそこから自分の方に手繰り寄せるもの自分で決められる運ぶ命なんです。うん、なので宿命で定められたある程度の生き方っていうのがあって。 で多くの人たち95%ぐらいの人たちはこの宿命の上に乗っかっちゃってるんですよ、うんうん、なのでこれをご覧になっている方は多分その自分の人生を変えようと思ってると思うんですけどでもあのそういった人たち以外はもうこんなもんかと思って諦めてるんですよ、うん、で5%の人たちだけが自分の運命を変えることができるんですこれは、誰でも変えられるんでですよ。でも、変えたいと思うかどうかってことなんですよね。な、うん、なので、ももうこんなもんか とは、ぜひ本当に思わなので宿命を宿命から運命自分の人生を取り戻すっていうことを僕は一番、えー、今の活動で伝えたいことなんですよ。うん、誰でも自由な人生を生きられるのに、うん、ほとんどの人たちが和達の中でではまってて生きてるんですよ。うん、サラリーマンの,あの子,子供に生まれたから自分もサラリーマンだってそれって江戸時代じゃないですか、うん、別にサラリーマンの子供だからって言ってアーティストになっちゃいけないわけじゃないんですよ。さんさ、あのー、今このビデオを見ている方、はい。 もう、まあ、次元上昇始めたいなって思っている方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、これスタートしようって思っている方たちに一番伝えたい大切なアドバイスってありますでしょうかまあ,あの次元上昇ってことに限らずね、えー、やっぱり僕はその自分の好ききななここととと本当にすワクワクすることやって生きて生もらいたいた思うんです、うん、僕自身本格的に好きなことをまあやりだしたっていうのは二十歳の頃だったんですけど二十歳で始められる人もいれば。 30代で始められる人もいると思うんですねで本当に本当に本当に好きなことでこうライフワークをやりだしたのは僕33になってからなんです、はい、なので自分の得意なことで勝負するのか不得意なことで勝負するのか好きなことで勝負するのかで全然人生が違ってくるわけですできたら好きなことでワクワクすることで得意なことをやればどんな分野を選んだとしてもその人は成功できると思うんですなので特に20代30代で一番大事なのは、うん、自分の大好きなこと ワクワクすること、才能をとことんまで見つけて磨くってことですよねそれさえやれば一生食いっぱがれることもないし、うんえー、お金も後からついてくるし、うん、あの本当に。 えー、面白い人生になると思いますね僕の体験からも思いますし、うん、これまで15年ぐらいはこういう活動やってますけどもまあ何万人っていう人が僕の個人的にいろいろお話しする中で変わったっていうのを聞いてるので、うん、多分数十万人の人たちが僕の本を読んだりセミナーや講演会を来て、うんえー、聞いて変わったんじゃないかと思いますありがとうございます自分のワクワクして好きで才能があることを、はい、キャリアにしていくっていうのがそうです、ね、一番いいと思、はい、はい さん、今日は本当に、はい、あの次元予想について教えていただいて本当にありがとうございます、はい、ますはこちらこそ楽しかったです。